大阪府に隣接する京都府八幡市。2016年に社殿10棟がまとめて国宝に指定された石清水八幡宮が有名ですが、八幡市はある世界的な2人の発明家と深い関わりがあることをご存知でしょうか。やってきたのは京阪石清水八幡宮駅です。あそこにちょっと竹のモニュメントがあるの分かります？ あります、縦長の、ね、はい、あの中にですね、まあ、電球みたいなのが入ってて夜は綺麗に輝くんですが、分かる人はあれ見ても分かりますけども、これを見てください。え、これは誰でしょうか？分からん。エジソン。エジソン、はい、エジソンってアメリカの人じゃないんですか？アメリカです。世界最大の発明家とも言われますけども、はい、ご覧ください。エジソン通りです。あれ本当だ、エジソン通りって書いてる。岩清水八幡宮駅の前はもう、はい、エジソンと切って切れない関係にあるんです。そうなんですか。なぜかと言いますと、はい、実はエジソンは三大発明というのがありますね。蓄音機、はい、活動写真、はい、まあ、映画の元ですね。それから白熱電球ですね。白熱電球は、まあ、世界から夜をなくしたと言われるぐらいの大発明ですけども、はい、その白熱電球の実用化にあたって、はい、非常に大きな働きをしたのがこの八幡山、岩清水八幡宮のある男山のこの間だけ、はい、竹のフィラメント繊維を使って、はい、白熱電球を作ったところなんと、はい、1000時間持ったの。すごい。もうびっくりするぐらい持ったと。輝き続けたんですか。1000時間と1日10時間つけても100日持つと。これでようやく実用化が実現したんです。はあ。岩清水八幡宮が鎮座する男山にはその功績を称え、世界最大規模のエジソンの記念碑も。駅前で喫茶店を営む立本さんは地元のエジソン協会の会長で、父の代から集められたエジソンが作った発明品をご自宅にたくさんコレクションされています。実はこの岩田市にもう一人日本人で大変偉大な発明家がおられましたよね。ご存知、二宮忠八さんね。はい、その二宮忠八さん、はい、この方がひょっとしたら大東兄弟よりも先駆けて世界で初めて、有人動力飛行に成功した可能性のある方なんです。へー。なんと八幡市に日本を代表する孤高の発明家が。空を飛ぶことを夢見ていた二宮忠八は八幡市で世界初の有人飛行機の研究に人生をかけていたのです。その飛行機への情熱は強く、自宅に資材を投じて飛行神社という神社まで創建。ドローン、ドローン、ドローンとかもですか？そうです。もうそれ用にお守りも。あー、これね、 Wi-Fi になってる。正解派っていうか、本当だ、本当だ。なぜ二宮忠八は飛行神社を創建したのか、そして彼の人生をたどると悲運の発明家でもありました。今日の若い地調査隊は航空業界の先駆者二宮忠八と彼が創建した飛行神社に迫ります。京阪石清水八幡宮駅から歩いて5分、飛行神社へ。もともとこの場所は二宮忠八というですね、発明家の自宅があった場所なんです。あ、こちらですか？こちらです。へえ。ちょっと一般的な神社と趣が違いますよね。全然違いますね。まずこちらに来てびっくりしますのが、はい、これですよね。あ、エンジン？エンジンです。へえ。飛行機のエンジンですか？そうです。しかもこれはですね、はい、F104 というね、はい、もう有名な超音速ジェット戦闘機のエンジンです。1960年代に西側諸国にもうたくさん配備されたジェット機でして、はい、60年代日本にもですね、まあ、200機以上が導入されました。日本の空を守り続けてた戦闘機のこれエンジンです。すごいでしょこれ、これ以外にもねちょっとびっくりするものがさらにこの上にあります、はい、これね、はい、ゼロ戦、あの有名なね、ゼロ戦の機首部分です。今から40年近く前にですね、はい、
大阪湾に沈んでたものが、はい、漁業関係者が網にかけて発見したものなんです、うん、そしてこちらが飛行神社の本体になります、はい、なんかあれですね、はい、柱が白ですね。この建物がちょっとそのギリシャ神殿っぽいね、はい、洋風の雰囲気がありますね、はい、1915年大正4年にですね創建された神社ですけども、この状態になったのはいつ頃のことなんでしょうか。ここが、はい、平成元年に建て替えております、はい、陸も海もどこかで限りはあるんですけど、空っていうのは限りのないもの、空は一つという理念のもとで、外国の方もお祭りしなきゃいけないじゃないかと、お祭りするにあたってはやっぱり外国の方もちゃんとお参りできるスペースを作らないといけないじゃないかということで、はい、拝殿っていうお参りする場所だけを洋風な建物に、そういうことなんですか。そういうことなんです。そしてその奥にですね、はい、一棟の中に3つお社が並んでますが、こちらは薬の神様、はい、こちらは逃げ早きの見事ということで、ね、片野市の岩船神社がお祭りされてる、そこから分類されたもんですよね。そうです、うん、そして向こうがまあ航空関係のまあいろんな殉難者ということで、このお社の中に二宮中八さんの人生が凝縮されてると。そうですね、うん、さらに二宮中八の邸宅があったこの場所には、有人飛行の研究に没頭した二宮中八の資料がまとめて保存されています。それが二宮中八資料館。二宮中八とはどんな人物なのでしょうか。若かりし頃の二宮中八さんですね、愛媛県の八幡浜市の出身の方なんです、はい、ここの出身ではないんですか。ないんです。もう幕末、もう明治維新の直前に生まれて、はい、ご親戚が薬種商といって薬を扱ってる、まあ、商売してて、そこでも働いたことによって薬とか化学薬品とか、まあ、いろんな知識を身につけられるわけです、で一方で当時から空に関心があって、はい、タコを独自に研究してね、はい、で地元で中八タコっていう有名になるぐらい、はい、いろんな珍しいタコを作ったり、看護兵として働くようになるんですね、はい、でその看護兵として、はい、まあ、いろいろ演習なんかに参加してた香川県の今の安納町いうところで、たまたま、まあ、演習の休憩時間にカラスが飛んでるのを見るわけですね、はい、でカラスが羽ばたいてないと、でその羽ばたいてないカラスをじっと観察することで、羽をバタバタせんでも飛べるんだと発見するんです。そこから研究を重ねて、はい、作り上げたのがこのカラス型の飛行機です。カラスが空を飛んでるのを見て、そうです、ここに行き着いたんですか、はい、プロペラをゴムで回しながら、はい、風を送ってですね、それで飛んでいくというね、はあ、この模型の飛行実験に成功した後はですね、今度は実際に人間が乗って、はい、人類初の飛行機を作ろうということで研究を始めるんです、はい、これがその模型です。玉虫型のこれが飛行機です。へー、羽がなんかまっすぐじゃないんですね。初めはまあ人力飛行機ということで、はい、人が漕ぐような発想だったんですが、だんだんこれが動力飛行に進化していくんですね。でちょうどその時に日清戦争が始まって、日清戦争に従軍する中で、はい、日本の軍のですね、まあ、武器として兵器としてこの飛行機を作れば役に立つんではないかと、はい、そして個人で研究してたら、その動力飛行するためのエンジンの開発とか、はい、なかなかお金が足らない、そういうことも、軍に関与してもらったら、一気に進むんじゃないかということで、軍の上層部にですね、はい、図面なんかを見せて、この飛行機というものを作りましょうということを何回も提案するんです、はい、ところが当時の上層部はそれは理解できなくて、まあ、ほとんど無関心の中で黙殺されるんです。ちなみにカラス型にも玉虫型にも飛行機に器という文字が使われているのは、武器として開発を提案したからという説もあります。二宮中八はその後、飛行機製作のための費用を稼ぐため軍を除隊、薬の知識を生かして33歳の時に大阪土庄町の製薬会社に入社、資金作りに励みながら会社の発展にも尽力しました。しかしなぜ世界初の有人動力飛行の開発場が八幡市だったのでしょうか。八幡浜市の出身、はい、ご出身がね、はい、愛媛県の、はい、でここ
京都府八幡市で、八幡という地名が一緒だと、はい、それから木津川の河川敷ね、はい、これは飛行機を飛ばす時の、まあ、実験に使えるだろうと。でこの場所に住まわれて、はい、またちょっと別のところに研究所を作ってそこで開発に専念されたんです、はい、そしてですね、はい、成功が目に見え出した頃に突然アメリカからニュースが入ってきて、はい、実はその何年か前にライト兄弟が同じような発想で同じような飛行に成功してたんだということは分かるんです。ご存知、世界的偉人として知られるアメリカのライト兄弟。彼らは二宮中八よりも先、1903年に動力を使って飛行機のプロペラを回し、人類初の有人飛行に成功していました。その中で、まあ、情報が乏しい代ですから、二宮中八さんはここでコツコツと世界初を目指して努力し続けて、ある日突然何年か前にアメリカで実は作られたんだと知った時に、純が作ってたこの飛行機を叩いて壊しちゃう、はい、あもう悔しくてですか。ライト兄弟の成功を知り、有人飛行機の製作を断念した二宮中八。その後飛行機の開発に携わることはありませんでした。しかしこれ大変貴重なものが展示されてます。竹石光波っていうね、はい、日本の民間パイロットの先駆けみたいな方なんですよ、はい、アメリカで日本人としては、まあ、2番目か3番目ぐらいに飛行機の操縦訓練を受けて、1913年ですね、はい、この日本で飛行実験をやるんです。まあ、西宮から大阪までの飛行をやって、その後大阪から京都の深草の練兵場に着陸寸前に墜落しましてね、亡くなられるんです。でそれが民間人としては日本では犠牲者の第一号と言われてるんです。でその方が操縦してたその飛行機のこの座席や操縦桿の部分がこれなんです。へえ。その2年後、はい、1915年に二宮中八さんはこの場所に飛行神社を作ったんですよ。だからこの、まあ、竹石さんの事故死も含めて、はい、まあ、飛行機がどんどんこれから発展するだろうと、うん、同時にたくさんの犠牲者も出るだろうと、もうそれを慰めたいというね、はい、そういう思いが終わりだったんだと思います、今では飛行機や航空業界にまつわる願いを胸に、飛行神社には全国各地から参拝者が訪れます。そして資料館にはさまざまな航空関係のものが寄せられます。こちらは戦時中民間のパイロットを育てていた養成所の貴重な飛行服。この近くの久美山にあり、10代の若者たちが空を飛ぶことを夢見ていました。それからこちらにですね、はい、おびただしい飛行機のプラモデルがあります。うわすごい数。これは、まあ、いろんな方がここに今寄進されたというか、はい、全部そういう、まあ、ご好意とかあるいは、まあ、協力してくださる、まあ、企業とかそういう支援で成り立ってる、うちこそ知恵のない神社なんです、そして最近ではこういう、まあ、ドローン、それからこういう、まあ、宇宙関係のですね、空を飛ぶっても飛行機だけじゃないんですね、ないです。どん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 広がってきてます。わずか100年ほどで目覚ましい発展を遂げた航空業界、その原点ともいえる二宮中八の玉虫型飛行機。二宮中八の出身地である愛媛県八幡浜市では1991年に設計図から飛行機を復元し、見事飛行に成功。二宮中八の作った飛行機は空を飛ぶという夢を実現しました。今香川県の安納市に二宮中八飛行館というね、はい、施設ができてます。そこに行きますと、あの玉虫型飛行機の、まあ、模型みたいなのがあったりするんですよ、はい、以前私それに乗させてもらったことあるんですけど、そしてね、はい、こちらに一番新しいニュースつながるものがあります。ここに認定証というのがあります、はい、航空宇宙技術遺産というね、空宇宙の関係で非常に大きな貢献した人たちを表彰しよう、顕彰しようということで、はい、今年の春、あ今年の春ですね、そうなんです、第1号なんです。こういう形で、あの時代が進めば進むほど逆にね、二宮中八さんの
まあ、努力研究の成果がオーソライズされて広く知られてきている飛行神社を作られて、こう飛行機業界を長くこうね守り続けられたって、これもすごいことだと思うんですね。だからお年を召してからもですね、飛行機に関する詩を書いたり絵を書いたりね、少年時代の飛行機やそれに託した夢をずっと最後まで持ち続けた方だと思うんですね。空を飛ぶ原理をいち早く発見しましたが、実現に至らなかった悲運の発明家二宮中八。当たり前のように空を飛べる時代となった今をどのような思いで空から眺めているでしょうか。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10。